はい。うん。邪魔するぞ。あれ、トビオくん、なんで入ってこれたの？うち入るとき鍵閉め忘れちゃったっけ？トビオには合鍵を渡してある。僕は集中してると、どうもインターホンにも気づけない時があるみたいだからな。合鍵って…ああ、二人ってそういう関係だったっけ？それにしても、香織が遊びに来てるなんて珍しいな。うん、本屋にワンピースの新刊買いに行ったら、秋田ちゃんに会ってね。そしたら、スバルトゥーンの新作持ってるって言うんだもん。遊びに来るしかなくない？エリザが勝手に買ってきて、勝手に置いていただけだがな。香織、そんなにゲーム好きだったっけ？だって、クラスのみんなやってるんだもん。うちだけやったことないなんて言えないじゃん。なるほどな。香織、試合に集中しろ。そっちに敵が一人いたぞ。ちょっと、負けちゃったね。ごめん、アキサちゃん。気を落とすな。敗北は勝利の糧にすればいい。香織の癖は理解したから、次はうまく立ち回れる。あ、ちょっとごめんね。どうも、ユイからだ。香織の妹だっけ？ワンピースの新刊はまだかって、買ってきたら先に読ませてあげる約束なんだよね。まったく、いつもしょうがないんだから。ごめん、秋田ちゃん、うちもう帰る。今日はありがとね。ああ、続きはまた今度にしよう。なんだ、妹が欲しくなったのか？そういうわけじゃない。ただ妹や弟という存在は煩わしくはないのだろうかと思っただけだ。煩わしいんじゃないか。
うるさいし、わがままで面倒だし、兄弟がいると昔から何でも半分だし、それでも嫌いにはならない存在って俺はそう思ってるから。なんていうか、説明するのは難しいな。まあいい、僕には関係のない話だ。エリザはどうなんだ？一応またいとこなんだろ？あいつは…そうだな、僕からすれば友人に近い存在だろうか。不本意だがな。アキサも変わったな。以前は他人との触れ合いを避けるボッチマンだったのに。せめてウーマンといえ、僕を変えたのは他ならぬトビオだろう。偉そうに人付き合いがどうのと僕に説いたのを忘れたのか。いいや、忘れちゃいないぜ。不思議なものだ。一人でいるのが当然だったのに、いざつながりを得てしまうと一人の時間はどこか空虚に感じるんだ。いつもうるさいくらいつきまとってくるエリザも年末から海外へ出ているからな。電話は毎日深夜にかかってくるがな。なぜ日本との時差を考えないのだ。まあ向こうでも元気そうで何よりじゃないか。ところでトビオはなぜここに来たんだ？何か用事でもあったのか？アキサに会いに来たってのと、正月のくじ引きでいいのが当たったんだ。ほらこれ。これはテーマパークのペアチケットか。今度誕生日だろ、一緒に行かないか？今ならお年玉で懐もあったかいし、向こうでいろいろおごってやるよ。こんなところに行くくらいなら書籍の一冊でも読んでいた方がよっぽど有意義だと思わないか？俺が行きたいんだよ。リニューアルオープンの CM やってたから。でもペアチケットだから付き合ってほしいんだ。仕方ないな。たまには彼氏の顔を立ててやるのもいいだろう。よし、決まりだな。約束だぞ。やっと園内に入れたか。昼前でも入場待機列そこそこ長かったな。本当はもっと早く着けたらよかったんだけど。仕方ないじゃないか、目覚ましで起きれなかったんだ。昨日は今日が楽しみでなかなか眠れなくて。エリザの長電話に付き合わされて眠れなかったんだ。別に怒ってないって。ちょっと時間はロスしたけど、その分楽しもうぜ。そうだな。失った時間を憂う方が無意味だ。前向きに時間を過ごすとしよう。よし、下調べはある程度してきたんだ。トビオ、まずは向こうのアトラクションに。アキサ、ごめん、ちょっと。トビオ？なあ、君、もしかして迷子か？何かと思えば、なるほど、子供か。君一人か？お父さんやお母さんは一緒じゃないのか？トビオって言うんだ。お兄ちゃんたちが一緒にお母さん探してあげるよ。いいかな、アキさん。仕方ないだろう。ここで放っておいても気分が悪い。
え、一緒に？わがままなやつだな。はい。はい。そうですか。わかりました。どうなんだ、トビオ。迷子センターにはもうあの子のお母さんがいた。やっぱり喧嘩したんだってさ。今自分があの子と話しても意味ないだろうから、迷惑でなければ一緒に遊んでやってほしいって。自分の息子を赤の他人に任せるとは随分無責任なんじゃないか。なんか事情がありそうな感じだったけど、俺はほっとけないと思うんだ。仕方ないな。くそ、敵はどこから出てきやがる。あっ、うわあああった前を見ろ、敵が来てるぞ。対処する順番を考えろ。左右の敵が先だ。正面は後に回すといい。敵のポップにはパターンがある。落ち着いて対処すれば一人でノーダメージも余裕だ。いいじゃないか、その調子だ。へへ、あとは任せたぜ。ガク、トビオはさっさと起きろ。いつまで寝転がってる気だ。結構雰囲気あるな。なんだ、怖いのか？床の上に乗ってただけだろう。さっきの光の間に床下へ消えただけだ。驚いただけだ。それにあれはどうせスピーカーが仕込んであっただけで、断じて怖がっていたわけではない。迫力あったな。よし、テンション上がってきたぞ。次どこにしようか。あのさ、トビオ、僕は向こうのマスコットと記念写真が撮れるところに行きたい。さっきから刺激の強いアトラクションばかりじゃないか。まったく。いいのか、アキさん。仕方ないだろう。それに遊園地の運営もプロだ。つまらないアトラクションなど存在しないだろう。これが
がリニューアルされたフリーフォールか。正直舐めてたな。まったくだ、情けない限りだな、トビオ。ちげえよ、腹減ってるからだって。万全の状態ならどんなアトラクションだろうと一撃必殺。てか、もうすぐ夕方になるんだな。お昼忘れてた。忘れるほど夢中になってたな。昼飯にするか。うん、向こうから人が来ているということは、向こうでショーか何かでもやってたのか。今なら人がさばけているかもな。なんだ、見たかったのか。フリーフォールに並んでる間に終わってしまっているぞ。見逃してしまったものは仕方ないだろう。それより嫌いなものはあるか。何か食べたいものがあれば。なかったと言ったか、今。楽しくなかったのか。最初はな、トビオとの大事な時間に水を刺されたようで、僕は不機嫌になっていたと思う。だが、君がいて、なんだかんだで楽しかったんだ。振り回され、世話を焼かされ、何もかも思い通りにいかなかった。でもそれも、楽しかったんだ。弟がいたらこんな感じなのかなって、こういうのも悪くないなって。だが、楽しんでいたのは僕だけだったのか。僕が姉のように振る舞えた時間を君は否定するのか。君が楽しくなかったのなら、今までの時間に価値なんかない。君なんかいなければよかったんだ。アキサ、言い過ぎだ。すまない、泣かせるつもりでは。あなたは、この声、電話で聞いたのと同じ。その子の、お母さん。違う、僕、その…あ、おい、アキさん。
何をする、急に抱き寄せたりして。おお、よしよし。拗ねるアキサも可愛いもんだな。こら、頭を撫でるな。もういいから。一体何なんだ。偉かったな、我慢してくれて。何の話だ。行きたいところ我慢してくれてただろ。あの子の行きたいところを優先するために。別にそこまで行きたかったとかそういうわけでは。いや、今さら隠しても意味がないな。一緒に探してたんだ、アキサにどうしても会いたいって。そうなのか。アキサも言いたいことはあるんじゃないのか。うん、そうだな。はいなければよかったなんてひどいことを言ってすまなかったな。大人げなかった。そうなのか。お姉ちゃん、いえ、こっちも楽しかったですから。あの親子、血がつながってないんだってさ。お互いどう接したらいいか分からなくて、仲良くなろうと思ってテーマパークに来たんだって。なのにお互い距離を感じて、それで喧嘩して。なんだか似てるよな、アキサとアキサの両親に。そうか、似てるのか、僕とあの子は。まるで兄弟みたいだろ。どうだった、弟の存在は。そうだな、煩わしかったな。うるさいし、わがままで面倒だし、行き先の希望は半分どころか全て取られてしまった。だが確かにそれでも嫌いにはなれない。なるほど、これが弟というものなのかな。よかったな、お姉ちゃん。からかうな。確かにいつも子供相手だと年下か同年代に見られてたから貴重な体験だったが、あんな風に泣かせてしまって、僕はお姉ちゃん失格だな。そんなことないって、家族なんて喧嘩して仲良くなるもんさ。帰りはあの子も母親も手繋いでたじゃないか。家族ってのはどんなにひどい喧嘩をしても切れない絆があるってことじゃないのか。そうか、そうだといいな。しかし随分風情のないデートになっちまったな。どうするか、もう遅いし。なあトビオ、再入場ってできるか。ああ、判件があるし今日中ならできるぞ。
ただ閉園時間も近いからな。短い時間でいいんだ。誕生日のわがままを言ってもいいか。わがままを言うなんてお姉ちゃんらしくないけど。別にいいんじゃないか。アキサは俺の姉じゃない、恋人なんだから。ありがとう、トビオ。腕に抱きついたアキサの温かさを感じながら、再びゲートをくぐる。あのアトラクションに乗りたい、あのマスコットに会いたい、そうわがままを言うアキサの表情は今日で一番輝いていた。さっきまで園内を歩いてたのに、観覧車から見下ろすと雰囲気が違うな。全面透明なゴンドラを選んで正解だったな。見ろトビオ、園内がライトアップされてるぞ。どこかが落ちたか。ともかくこれでは動かないな。まあトビオ、近くに来てくれないか。寒くてな。トビオのぬくもりをその分けてほしいんだ。してこんなところでその したいのか。360度どこからでも見えてしまうというのに。本当に仕方のないやつだな君は。